さあそして打席には大和が入っています。さあ2アウトにはなりましたがピンチは続きます。まあここも先ほど同様にしっかり抑えてくれれば大丈夫ですね。なるほど。初球は何で来るか。変化球振っていきます。アウトコースファウル。改めてお聞きします、バッターボックスの山、どういうバッターなんでしょうか。まあ、内野の間を抜けるようなヒットを打つタイプのバッターですね。なるほど、そうですか。これが4球目。このピンチ見事三振を奪いました。ベイスターズの追撃を許しませんでした。スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう、あわや同点かという場面でしたが、2番バッター山田います。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい。さあ最後のバッターになるでしょうか。ボールになります。膝元へ変化球が決まります。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。変化球空振り、試合終了。ジャイアンツが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。宮本さん、ノーヒットノーランを達成しています。ファンに大きな感動を与えてくれましたね。そうですね、もう本当にね、ノーヒットノーランですから、これも大記録ですからね。その大記録がまさに今達成したということになります。バッタージャイアンツ大量点を取って大勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。